いつもご覧いただきありがとうございます。今日もですね、ちょっとアウトドアグッズ使ってですね、調理していきたいと思います。と以前もですね、説明した通り、電気を使うときはと電源入れてですね、ここの AC1500W これを入れなければ後ろの電気が使えないです。はい、リアに行きます。はい、リアはですね、とこのように、はい、一応セットしました。今日はですね、やっていきたいのはこちら。ちょっと暗くて分かりづらいですかね。これも一応ブルーのです。と先にこちらで、はい、分かりますかね。ワッフル作る機械なんですけど、こちらの方でと、まあ、スナックサンド、こちらのサンドイッチ焼いていきたいと思います。ホットサンドと、あとこちらでですね、と以前と同様コーンスープ、今日も作っていきたいと思います。ではですね、とお湯沸かしたいと思います。とここのコンセント入れればこれで使えます。はい、ではちょっとセッティングいたします。はい、それではですね、一応セッティングしてみました。コーンスープ入れて今お湯を沸かしております。でこっちのとホットサンドですね、まだ焼けておりませんけど、セッティングしました。これで両面とだいたい5分ぐらい焼けますので、半分半分焼いて両面焼きたいと思います。はい、ではできるまで時間よ進め。はい、それではね、お湯はもうあっという間に沸きました。はい、コンセントを置き換えてのこちらでホットサンドは5分です。5分焼きたいと思います。はい、これでセッティング OK です。はい、ではもうちょっとしてからね、コーンスープは作りたいと思います。そうしないとね、すぐ出来上がってしまうのでね。こんな感じでね、と電化製品もうほとんどとアウトランダー使うことできます。と 1500W までなので気をつけて使ってみてください。はい、それではね、このように湯気出てきたのでね、ちょっと覗いてみたいと思います。これで5分経過です。こんな感じです。おー、出来上がり。はい、ではこちらの方もですね、お湯を注いで、これもね、少しかき混ぜないといけないからね。はい、これでかき混ぜればホットサンドと、はい、コーンスープあっという間に完成です。ここはね、一応ね、ショッピングセンターの駐車場です。はい、今日はですね、子供がね、ここにスイミングに来ているのでね、このスイミング待ってる時間、私はこちらで調理中です。はい、ホットサンドどうですかね、これこんな感じ。はい、本当はね、ザクッと切って中身見せたいんですけど、ちょっと手でちぎってみますかね。うん、ちょっとちぎったらと見せたいと思います。はい、それではね、ちょっと半分に割ってみました。はい、十分火が通っております。なんか美味しそうにはあまり見えないですかね。でも熱々なのでいただきます。はい、いただきます。ホットサンドです。うん、やっぱりね、寒い時はね、あったかいものが一番いいですよ。うん、これはハム玉サンドです。子供がね、帰ってきたらもう一個あげたいと思います。はい、コーンスープもではここ飲んでみたいと思います。うん、美味しい。うん、うん、熱いです。マジうん、いただきますよ、このスープ。このね、機械だけあればね、本当にうん、ホットサンドもコーンスープもマジうまです。半分いただきます。
うん、熱く。このね、ワッフルの機械なんだけど、ランチパック、ちょうどいい大きさなのでね、これ両面焼けば、こんな感じでね、トーストになります。うん。ここもいい使い方だと思います。はい。周りをちょっとね、はい。こんな感じでね、近くのショッピングセンター、ショッピングセンターの駐車場で、夕食食べてます。まあ子供がね、戻ってくるまでの間なのでね、こういうこともアウトランダーすぐにできます。はい。どうですかね。迷惑かからないように一応やってるんですけどね。はい、とても美味しいです。うん。ではね、ご参考にしていただいて、皆さんもアウトランダーで アウトドア関係もやってみてください。それでは参考になったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。